次に小池正成君。小池正成君。はい。みんなの党の小池正成です。よろしくお願いいたします。先ほどの桜内委員の、お話、私は民間出身で、大蔵官僚のプライドっていうのは全くわかりませんが、まあ、前省庁に対する警告として非常に賛同の気持ちを受けさせていただきました。ぜひですね、これからしっかりと対応いただくようお願いいたします。で、本日は日銀の総裁せっかくいらしておりますので、現在のですね、経済状況についてお伺いさせていただく前にですね、この委員会でも、質疑のありました金融危機の対応につきまして、少し、最初にですね、お伺いさせていただきたいと思います。先日この、衆院のですね、財金の委員会でも金商法の改正という形で、まあ、かなり分厚いですね、法案が通りまして、その際に、まあ、金融危機の対応ということを、改めた、わけでありますけれども、まあ、その際には、まあ、対象が銀行以外に保険や証券会社等という、まあ、リスクを取って破綻した会社にもですね、業界を超えて対応するということから、まあ、モラルハザードに、これはですね、つながるんではないかという懸念が、ありました。で、かかったコストはですね、まあ、事後徴収という形で、まあ、特定負担金ということでありますが、まあ、それでも国家負担の可能性もあったり、また金融システムの著しい混乱を生ずる恐れがある場合は政府補助もあるということで、あります。まあ、その際にですね、それではモラルハザードということに対してのですね、対応の意味でも、まあ、経営陣もしくは株主等のですね、責任というものはどう問われるのかということをですね、こちらはまず、大臣にお聞きする前にですね、黒田総裁せっかくいらして、いただいておりますので、まあ、日銀も、まあ、最後の貸し手である日銀特有という制度があります。その際にですね、このモラルハザードに対してはどのような取り組みをなされているかお聞かせいただけますでしょうか。はい、日本銀行田中理事。お答えいたします。事実関係に関するところを私の方からお答え申し上げたいと思います。日本銀行では政策委員会が金融システムの安定確保という目的を達成する上で必要であるというふうに判断した場合には、いわゆる最後の貸し手ということで政府からの要請を受けまして、日本銀行法第38条に基づく貸し付け、いわゆる特有というのを実施することができることとされてございます。特有を行います場合は従来から4原則ということを申し上げております。一つはシステミックリスクが顕現化する恐れがあること、それから日本銀行の資金供与が必要不可欠であるということ、それから三つ目、先生ご指摘のモラルハザード防止という観点から関係者の責任の明確化が図られるなど適切な対応が講じられているということ、それから最後に日本銀行自身の財務の健全性維持に配慮すること、この4つを4原則ということで設けておりまして、これに基づいて可否を判断してきているということでございます。小池正成君。はい、ありがとうございました。関係者のですね、まあ、責任の明確化ということがしっかりと示されているということでありますが、麻生大臣にお聞きさせていただきたいのは、預金保険機構のですね、まあ、公的資金の対応におきましても、まあ、リスナーではですね、JR の細谷さんが入って新体制になったりしているということからもですね、まあ、今回の法改正にあたって、経営責任ということがしっかりと明記されていなかったように思われるんですが、まあ、この際の取り組みはいかがでありましょうか。麻生国務大臣。金融機関のいわゆる秩序のある処理というのかな、という金融機関一つだけパターンと倒すんじゃなくて、金融機関の秩序ある処理を講ずる場合におきては、預金保険機構、今言われました預金保険機構が金融機関の業務の追考とか財産の管理処分というものを監視して、まあ、必要に応じて上限とか申告とか勧告することになっているんですが、
これに加えて当局は必要な行政命令を出せると、行政命令をすることができるということであります。したがって行政命令ができるというところが一番肝心なところで、今ご指摘の点はこのところなんだと思いますが、加えて資本の増強というものをやらなきゃいかんと、とても取り付け騒ぎなどと起きて流して、資本の増強を行う場合にはこれは経営健全化計画において少なくとも経営の合理化とか経営者の責任とか株主責任というのの明確化のための方策というものをきちんと定めた上で経営者責任というものを明確にしていただきますということもいたしております。いずれにしても金融機関というものをとにかく秩序立てて処理をしないと、いわゆる預金しておられる方々にがいわゆる思わぬ不利益を被ることになりかねませんので、金融機関の経営者において今言われたようにモラルハザード等々を含めてこれは責任は極めて大きいと思っておりますので、そういった意味で我々としてはきちんと対処してまいりたいと考えております。小池正成君。はい、ぜひお願いいたします。またですね、支援要件につきましてもお伺いさせていただきますが、今回ですね、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずる恐れがあると認めるときという形でありますとか、また法案の方にもですね、一定の要件に該当すると認めるときでありますとか、所要の規定の整備を行うといったですね、どういう要件でどういう形で行うかということがですね、非常にそこを読む限りではですね、なかなか明確になっていないというような感想を抱いておりまして、で今日はですね、黒田総裁にお聞かせいただきたいのは、黒田総裁もですね、この要件の一つであります金融危機対応会議というもののですね、メンバーにもなられるもので、ありますから、システミックリスクというものをですね、どう捉えるかということに対してですね、黒田総裁から、例えばですね、他の金融機関とつながっているかいないかと、他とつながっていない機関はないと思うんですけれども、じゃあその際に、規模でですね、判断するんであるとか、もしくは諸外国の例とかを踏まえて、判断するでありますとか、そういう件についてですね、少しお話をいただきたいと思います。黒田日銀総裁。日本銀行は中央銀行としていわゆる最後の貸し手という機能を果たさなければならないわけでございます。でそういった面から常日頃から公査などを通じて金融機関の状況は十分把握しておりますし、必要に応じてアドバイスなどもしておるわけですが、そこで非常に重要な点はやはりその個々の金融機関の健全性云々もさることながら、いわば金融システム全体として最近よく言われますマクロプルーデンスという観点から金融システム全体を見通して、そこにおいてそのシステミックリスクが起こらないようにする、あるいは最後の貸し手としての機能が必要な場合には的確にこれを果たしていくということになると思いますので、元より金融庁あるいは財務省とは常日頃から意見交換連絡はしておりますけれども、今ご指摘のように仮にですね、システミックリスクが起こる懸念があるような事態になったときには内閣府の元にあります今ご指摘のような委員会、委員会があるなしにかかわらず当然中央銀行として金融監督の担当者である金融庁、それから財政的な必要が出てくる可能性もありますので、当然財務省等々とですね、十分連携を取ってやっていきたいと思っております。ただ金融システムのリスク
あるいはそのよく言われますマクロプルデンスというのは、個々の金融機関とともにその金融資本市場全体あるいは経済全体との関連を見ていかなければなりませんので、事前にこういうふうにするとかですね、いうことを詳細にわたって決めておくというのはあるいは難しい面もあるかもしれません。むしろその時の全体の判断として迅速に機動的に弾力的に危機を未然に防ぐということが非常に重要ではないかというふうに、これはご指摘の法律その他の問題直接というよりも金融危機をどのようにして防ぎ、あるいはそういうことに対してどのように的確適切迅速に対応するかという考え方を申し述べさせていただきました。小池正成君。はい、事前にですね、決めておくということは難しいということは承知しておりますが、ただ指針としてですね、ある程度示していただきたいというのはですね、今回は、必ずしもですね、債務超過の金融機関だけではなくてですね、資産超過でも過小資本の状態にあるですね、機関に対しても特別監視におけるというような制度になっておりますから、これをですね、恣意的に捉えるんであれば、例えば気に食わない、言うことを聞かない金融機関に対してですね、機構が特別監視や 特定管理のもとに置くこともできてしまうんじゃないかというようなですね、懸念ということも、そこにはあるわけでありますから、その点におきましてですね、検討を、お願いいたします。それではですね、経済状況につきましての、質問をさせていただきますが、今回ですね、金融緩和におきまして、日銀が、国債を買い取った。で、その際にですね、当初想定していた市場の反応というものになっているのかなということをですね、少し疑問を、持っておりまして、先ほど来、話は、ありますけれども、貸し付けが去年と比べてですね、少しだけ増えていると。ただ一方でですね、リーマンショックの前の水準にもなっていないじゃないかという話が、ありました。確かにですね、マネタリーベースで見ますと、昨年の 同月に比べまして、約3割、3割超ですね、3割超伸びているにもかかわらず、銀行の貸し出しというのは、たった 2% しか増えていない。また家計や企業にもですね、昨年の同月期で約 3% 弱の伸びでしかないというような現状で、あります。そのためにじゃあお金がですね、どういう方向に流れているのかということでありますけれども、麻生大臣はですね、債券から株式に流れているのではないかということを記者会見等で、述べられております。そこからですね、今日はお配りの資料を少し、ご覧になって、いただきたいと思います。まず最初の資料はですね、これは2013年の4月末までの資料になりまして、日銀の資料で5月の末がですね、これから出るということで、4月末までなんです、ありますが、ここを見ますと預金とですね、預け金が、増えて、で一方でですね、有価証券、全体の有価証券は、下がって、また株式もですね、下がって、一方で貸出資金も、下がっております。これは黒田総裁のですね、金融緩和の方針というものが発表された後のですね、4月の段階におきまして、こういう状況で、5月はですね、これからどうなるかということを注視しなければならないと思っています。また金融機関の特に株式に関しての、売り買いの動きでありますが、2ページ以降ですね、4月から6月の第1週ぐらいまで、金融機関がですね、株式どのくらい売買しているかということを示したものであります。東京証券取引所の資料でありますが、この下の段のですね、右に金融機関というものがありまして、こちらに売りと買いがあります。この売り買いを見ますと、売りの方がですね、多くて、売り越しになっています。
で下の方にですね、まあ、その金融機関の内訳というものがあります。これはまあ4月の26日まででありますが、まあ、3ページ目は5月の31日まで、まあ、こちらも同様にですね、金融機関の数字はまあ売り越しになっておりますし、また6月におきましても、6月7日まで金融機関の株式におきまして、まあ、売り越しとなっております。ということですね、まあ、債券も売り越しでありますけれども、株式もですね、売り越しでありまして、まあ、現金や預金のまま手元にですね、溜まっているんじゃないかということがですね、考えられるわけであります。で、一方でですね、それではじゃあ海外というですね、成長ドライバーにですね、まあ、投資が増えているかどうかということもですね、この資料の5ページ目を見ていただきますと、まあ、これは部門別のですね、対外投資、対外証券投資になりまして、この右上が株式ということで、まあ、その際の部門として、金融機関、まあ、銀行等がですね、対外的に処分しているのか取得しているのかということを示しておりますけれども、まあ、これ、対外投資におきましても、処分の方がですね、まあ、多いということでですね、まあ、一体じゃあ、このマネタリーベースを増やしてですね、金融機関がまあどこにお金を増やしているのかどうかということはですね、まあ、ここら辺からはなかなか読み足りないし、また思った通りのですね、行動されていないんではないかということが拝見されるわけであります。中小企業にですね、貸し出しもメガバンクが減少し、まあ、地銀、第二地銀がですね、まあ、少し増やしている程度でありますし、それではこれからですね、貸し出しを増やせるかと言いましても、まあ、企業が内部留保をですね、高めている現状で、まあ、なかなか難しいんではないかということが今ですね、考えられまして、やっぱり金融機関ですね、今期待できない状況にあるんではないかなということを考えております。その際にですね、黒田総裁にお聞きしたいのは、まあ、それでは民間のですね、まあ、所得、まあ、それからそれに伴う消費、資金需要、黒田総裁はですね、所定内賃金は上がっていないということもですね、おっしゃっておりますけれども、まあ、具体的にですね、まあ、それではこれからですね、まあ、どのような形でプラスにですね、この所得がつながっていくかということをお伺いしたいんですが、この前のですね、参議院の代金の委員会の答弁におきましては、黒田総裁は株価が上がることによる資産効果は実は国内こそ大きいわけでございます。それが設備投資や住宅投資あるいは消費などにもプラスの影響を与えるということをおっしゃってまして、株価が上がればですね、結果として、家計の所得も上がるんではないかと、そのようなメカニズムを持っていらっしゃるのかなということを少し感じてしまったわけでありますけれども、少しですね、家計所得の伸びがこれからどう進んでいくかお聞かせいただきたいと思います。黒田日銀総裁。家計所得にはもちろん資本所得といいますか、まあ、配当とかあるいは株式の売却益とかいうのもあると思いますが、ご案内のとおり大層は雇用者所得でございます。でそこで、景気回復に伴って雇用者所得が改善していくということがありますと、家計所得が増加していくというふうに思われるわけでございます。で雇用面につきましては、ご指摘のようにまだ所定内賃金は上がっておりませんが、雇用状況自体は少しずつ改善をしておりまして、有効求人倍率も上がってますし、失業率も下がり、労働時間も仕事をしている時間も増えてますし、まあ、一部ボーナスなども増えているということがあるわけでございます。したがって今後全体として経済活動の水準が高まっていくにつれて、雇用者数や労働時間も伸びてまいりますので、そういったその労働需給の引き締まり傾向がだんだん明確になって、予想物価上昇率も上がっていくという中で、
賃金も所定内賃金も含めて上がっていくということになると思います。ですから今の時点では主として雇用情勢の改善によっておりますけれども、もう少し長い目で見ますと賃金も含めて雇用者所得が改善していって経済全体が好循環に乗っていくのではないかというふうに期待をしております。時間が参りました、はいはい、時間になりましたので、じゃあ最後にですね、やはり重要なのは、一時的な景気の回復ではなくてですね、将来の成長維持、不安を払拭する、財政規律のためにも、やはり行財政改革、規制緩和というものは大事でありますので、政権がですね、一丸となって取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。